皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました千葉大学の柳沢です。ちょっともう1時間がもうほとんどなくなってしまったんですが、少し延長させていただきたいと思いますが、私は専門が建築の方で、この新庁舎の、ハードをどう整備していくかということに、私として関わっていると。いうことだと思うんですけども、今日は他の委員の先生方がご専門の立場からいろいろご説明いただきましたが、私の方からは、特に今回お手元にありますこの基本構想、これの、中身を少し、かいつまんでご紹介させていただくのと、現在まとめております、基本計画、を、どういう形で、進めていくかということに関して、あまり時間がないので簡単にご説明したいと思います。それでは最初のスライドをお願いします。この辺はもう見ていただければ分かりますけど、平成23年度の、勉強会、学識経験者等が私や関谷副院長もはじめとして、勉強会から始めまして、平成24年度には、基礎調査、検討基礎調査、それから平成25年度に私も含めました、千葉大学の工学部の方で、検証するという形で、現在平成26年度は基本構想を基本計画ということで進めております。それでは次お願いします。これすでに冒頭で財政局長の石倉さんもご説明、いたしましたが、現庁舎が抱える課題としては、大きく3つ、防災機能、それから分散化、共愛化、それから老朽化という問題があります。これに対して、次お願いします。防災面としては、耐震補強をしていかなければいけないと、それから分散化共愛化に関しては、物理的なスペースを確保すると、いうことですね。それから老朽化に関しては、大規模な改修が必要であるということが、考えられる対応策としてはあります。次お願いします。それで調査ということですが、まず、定性的な評価、建物の性能、それから建物の利用状況、使い勝手、それから、敷地の活用ということで、定性的な評価を行う一方で、ライフサイクルコスト、建設イニシャルラーニングコストを含めた、コスト面での定量的評価という、この2つの評価を通じて、いくつかの、検討を行っていたということです。お願いします。それで、この今 EU という形で、パターンを出しておりますが、これ以外に、現状のように、他の、建物を、借りるという形も想定して、検討した結果、このあと E と U のパターン、この、現庁舎に増築する形で、大規模改修を行うか、もしくは全部取り壊して新しい庁舎を作る、この3つのパターンが最も評価が高いということで、あります。それで中でもこの、定性的な評価は当然新しく作り替え方が、いいには決まっているということになりますが、コスト面、定量的な評価においても、全面建て替えという方が、コスト的にも、メリットが高いというような結果で、建て替え、現敷地に新しい新庁舎を作るということで、一応方針としては進めたいという形の、結論に至っております。次お願いします。この辺はスケジュールで、今年度、前半が基本構想で、パブリックコメントを挟みまして、現在基本計画の策定に入ったということになります。次お願いします。それから市民アンケートということで、市民、千葉市民1万人のアンケートに加えて、若い、これからやはり千葉市を、背負っていく、若い、世代の、意見も聞こうということで、高校生のアンケートというのも行っています。はい、次お願いします。次じゃあお願いします。いろいろ出たんですが、市民アンケートではやはりその災害の、時にきちっと市役所の業務が機能できることであるとか、それからその市役所での、利便性を考えた、ワンストップで、様々な、業務が行えると
申請を行えるような、まあ、災害時それから、まあ、通常時、まあ、両方への、まあ、要望というのが、まあ、高くなっております。次の日、それからまあ、ちょっと細かな説明は省きますが、市の用途で活用していきたい、その敷地をどう利用したいかというようなことで、まあ、一方でその民間へ貸し出すと、例えば飲食店であるとか商業施設であるとか、まあ、医療福祉スポーツ等、まあ、市役所の機能ということだけではなくて、その民間活用という要望も、まあ、比較的強くて、まあ、ほぼ半分ずつの要望が上がっております。次お願いします。高校生のアンケートもほぼ同じ結果になって、ちょっと、まあ、こちらで少しこう選択肢を用意するみたいな形なので、まあ、あまり高校生らしいというか、あと夢のある要望というのがあるということではない部分はありますが、やはり災害時、やセキュリティの問題、意外とライフサイクルコストなんかも上位に上がってますが、まあ、こういった要望が若い世代からも出ております。はい、次お願いします。まあ、高校生のアンケートでも、まあ、市の用途で活用するというのと、まあ、民間への貸し出しという部分が、まあ、ほぼ、まあ、半数ずつ上がっております。はい、次お願いします。まあ、本庁舎整備検討委員会での、まあ、議論ですが、まあ、本庁舎の敷地、を、まあ、どう活用していくか、ここにどういう建物を作っていくかということと同時に、まあ、先ほど、まあ、玉井委員や関谷副委員長も少し指摘されていましたが、こう周りのをどう活用していくか、まあ、企業との連携をどうしていくとか、港公園をどう活用していくか、まあ、そういうことも、まあ、当然その議論の主題になっていきます。次お願いします。まあ、この、本庁舎の敷地の特性としては、玉井の方からも随分まあ、細かく、まあ、この敷地の優位性というのは紹介していただいたので、まあ、改めてあまり詳しくは説明しませんが、まず非常に広い敷地がある、4ヘクタールの敷地があるということで、まあ、ここ、まあ、非常にポテンシャルが高いということです。それからその交通が非常にこう便利な、アクセスが容易であり、交通上有利な位置になると。それから防災上、も、まあ、緊急輸送道路と接しているですとか、それからその港からのルート、もあるということで、非常に防災上の立地としても優れていると。それから、まあ、様々な、まあ、中枢機能がここに、まあ、集中しているという、まあ、周辺環境としても、まあ、非常に理想的な立地ではないかということで、まあ、あります。次の、まあ、この辺は最初の指図編の方からも説明ありましたので、まあ、あまり詳しく説明しませんが、まあ、津波に、まあ、当然リスクとしては、まあ、海に近いということで、まあ、津波のリスクというのがあります。それから、まあ、高潮、まあ、これに対して、まあ、どういうリスクがあり、それに対してどう対応すべきかということを、まあ、検討しています。はい、次お願いします。それから、まあ、地震に対して、まあ、先ほどの首都圏直下地震の橋田委員の方から、まあ、どういう被害が想定されるかという話がありましたが、その、まあ、地震に対しての、対策、まあ、建築的には免震構造ですとか制震構造ということで、まあ、建物本体としては、まあ、技術的にはまあ当然かなり強い地震でも、まあ、対応できる建物を作るということは当然可能です。それから液状化の危険性も、まあ、この敷地は高いということで、まあ、それは一つのリスクとしてありますが、まあ、液状化対策ということも、まあ、技術的には十分可能ですので、まあ、今後基本計画においてはこの具体的な、まあ、地震の対策や液状化の対策というのを、まあ、詰めていくという形になるんじゃないかと思います。その次お願いします。それから基本理念ということで、この新庁舎整備基本構想の中に3つの、まあ、理念ということで、挙げてあります。あ、その次いっちゃう、そのあるべき姿位置としては、まあ、将来の変化に柔軟に対応していくということで、おそらくその人口の構成が変わる、社会のニーズが変わる、まあ、これから何があるか、まあ、我々でも完全に予測はできませんので、
やはりその将来変化することに柔軟に対応するソフト面ハード面等に、まあ、柔軟に対応できるような、まあ、施設にしていく必要があるだろう。それから2番目としては、通常業務を遂行するときに、まあ、十分に優れた、まあ、その機能を持つということですね。で、3番目としては非常時においても、まあ、業務が継続されて、千葉市の、まあ、拠点として機能するいうあのことが大事だということで 1,2,3 の、視点から3つの基本理念を挙げています。次お願いします。で最初の、やつです。まあ、将来の変化への対応ということで、まあ、ちょっとこれの辺は説明はまあ、省きます。はい、次お願いします。まあ、通常業務、まあ、市民や事業者にとって使いやすい、それからセキュリティや、まあ、安全な業務遂行ということです。はい、それを次お願いします。それから非常時の業務継続性の確保、まあ、地震や災害に、まあ、強い、それから、非常時の業務継続機能を備えるということが分かっています。その次お願いします。それからですね、恐らくこの辺からは、まあ、今後基本計画を進めていく上で、まあ、重要になってくる部分ということで、まあ、本庁舎整備、以外にですね、まあ、それと合わせて検討する事項としても、まあ、委員会で議論してきました。まあ、おそらくこれからもより具体的に、まあ、計画段階で話をしていく必要があります。まあ、一つはその本庁舎、に、まあの中のですね、この敷地をどう活用していくかと、まあ、本庁舎の機能をというのを、まあ、出すことは重要なんですが、それ以外に民間企業や、その他の、その機能を入れているかどうか、まあ、将来、どういう形で、利用していくかということも含めた将来計画も含めたその敷地の活用ということが一つあります。はい、それからこの敷地のみならずですね、その周りの例えば港公園であるとかその周辺に立地する企業、それからインフラ、まあ、こういったものとこの本庁舎の敷地をどう関連づけていくか、周りの、計画によってはその本庁舎自身の、まあ、配置や、まあ、ゾーニング等も変わってくるということで、そことどう関係づけていくかということも、まあ、大きなテーマになっちゃうかと思います。はい、すみません。まあ、それがちょっと重なりますけども、その周辺企業とどう関係していくかということですね。はい、それも重要である。はい、次お願いします。はい、まあ、これ現状の、庁舎の、敷地ですね、4ヘクタールあるので16万平米の、まあ、建築が可能であるということです。はい、まあ、それから建物の配置としても、まあ、いろいろ考えられます。その庁舎をモノレール側に、まあ、置くケースや、国道側に配置する、それから港公園側に配置するなど、まあ、それぞれ、まあ、メリット、デメリットを整理しながら、まあ、今後、まあ、具体的な、まあ、計画案を、作っていくということになると思います。はい、それからその建物を、まあ、高層棟にするのか、中層棟にするのか、まあ、もしくは低層にするのか、まあ、それぞれ、まあ、メリット、デメリットありますので、まあ、その辺も、まあ、ちょうど今計画段階で、まあ、検討して、まあ、提案をしていきたいというふうに思っています。はい、すみません。それから、その中身ですね。当然その、まあ、高さや配置だけではなくて、まあ、一番重要なのはその庁舎自身をどう作っていくのかということですので、まあ、ここにはちょっとある事例として挙げさせていただきましたが、まあ、これから、まあ、千葉市の、まあ、発展の、まあ、拠点となる庁舎を、まあ、どう作っていくのか、だから他の庁舎にはない、まあ、特徴というのも入る可能性もありますし、まあ、そういう意味では、今後、まあ、具体的な計画を、今年度、残りで、十分に検討していきたいというふうに思っております。簡単になりましたけども、ちょっと時間もないのでこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。